どうも、ブリスケンです。今ね、夕方の6時なんですよ。今日ちょっとね、早めにしまいます。まともに立ってらんなくなってきてる。多分これ、食あたりじゃないですね。風ですね。風だ。なんか風邪薬飲んでねえよ。汗思いっきりかいちゃえば治っちゃうような気がする。さっきコンビニでね、ビタミン C が入ったゼリーみたいなの買ってきたんで、そういうのを飲んで、薬を飲んで、ちょっと寝ちゃいますよ。ちまちょ、ねえ、でも今日お風呂入れないと。いいよ、ちょっと待って。もう父ちゃんフラフラ中だ。寒いな、くそ。いいぞ、ちま、今日お風呂だから行ってもいいよ。昨日ね、お布団が行こう。はい、父ちゃんも入るから。いや、本当はね、どうしようかと思ったんですけど、昨日もお風呂入ってなくてね、今日ね、ゴーニーシェビーちゃんのエアサスのカップのところをね、サンダーで切ってたんですよ、削ったりとか。でも鉄粉だらけになっちゃったのでね、今日はもうお風呂入んないとダメだっていうか、もう、お前重くて父ちゃん持てないよ。ほら行こう。寝るじゃないよ。ほら。ほら、ネトネトじゃん、怖いよ。ほら。もうちょっと、入って。ほら。な。待ってて。バカ重い、こいつ。そうか、力は入んねん。ほいで、頭痛がひどいっすわ。いや。参った。とりあえず。どう、ちま。出勤した？まだちょっとしっとりしてるね。ちょっと待っててね、父ちゃんお風呂入ってくるから。もうこれだけでね、死にそう。今日の宴はこれだけでいいや。これお昼に食べたパンの残りね。これさっきコンビニで買ってきたなんかビタミン C のやつは飲んじゃいましたね。これちょっとサクッと飲んで、薬飲んで寝ましょう。熱測ったら38度ちょっとありましたね。やっぱり風ですよね、これ。